ドラニューサンドです。いつもご視聴ありがとうございます。こうして反省会やるのすごい久々ですね。まあ、とりあえずリコイルが無事に完了し、あ、でマフラーの話から聞きましょうか。マフラーのゴミついてて大丈夫かって思ったんですけど、普通に手で払ったら落ちました。ただちょっとやっぱついたところに跡が残っているところもあったんで、まあおすすめはしないんで、やっぱり一応ね、まあ多分次の動画に多分そのマフラーのやつ見せると思うんですけど、この特に乾いてエンジンの熱が冷まってだ次の日ですよね、このゴミを払ってみたら普通にポロポロ落ちたんで、例えばはっついてるとかじゃなくて、ただやっぱそのはっついてた跡みたいなのはよく見るとつぶつぶが残ってたりするんですけど、まあ目立たないかなってぐらいです。まあ普通になんかただ塵がついてるっていう、ただその程度ぐらいで、ただちょっとね、部分的になんかそのめり込んでる風なぐらい、まあ普通に取れるんだけど、ちょっとその塗面が後ついてるかなっていうところもあったりしたんで、まあ正確には暖気しながらこのマフラーを白煙が出なくなるまで温めて、でエンジン切って冷やして硬化させて、それでまた何回か、多分あと1回やれば終わりじゃないかな。この1回この熱でこの焼き入れして固めて、そしたら硬化するんで、でその硬化が不十分な可能性があるから、もう1回なんか、まあ、暖気でも何でもいいから、とりあえずまた温めて、で、白煙が、まあ、出ないんだろうけど、で、それでまた切ったら、おそらくそれ固まると思うんで、ちょっとそういう風にやったら多分完全に大丈夫なんじゃないかなって思います。とりあえず、今はもう普通に、この、焼き入れもあって、もう問題ないんじゃないかなって思います。ゴミはとりあえず、まあ問題なかったです。で、プラグの焼き色なんですけど、これ、ちょっと古いプラグっていうか、洗浄してもやっぱこの、なんていうの、中心電極が、黒いままだったから正直正確じゃないんですよね。ただね、焼き色的には多分変わってないんですよね。変わってないってどういうことかっていうと、前って言っても、なんていうの、そのリコイルする前のプラグの焼き色とあんま変わってない気がしてて、実際薄くしてるんですよ。ただ元のプラグの焼き色から変わってないから、多分この元々、まあでも結局この洗浄効果ってあるじゃないですか。いわゆる500度から800度ぐらい、それだから800度超えてきたら真っ白くなってくるんですけど、500度以下だったら黒くなってくるんですよ。で、その自己洗浄って言って、いわゆるこの高い温度の中にあると自然にこのカーボン汚れが焼き切れてなくなってくるんですけど、この辺がまだ残ってるってことは温度低いのかなとかで、一応スローとか、あとこの電極の上、こことかの外芯のところも一応白くなってはいるから、まあ単純にこの焼き色だけで判断するのでちょっとまずいかなとか、あとね、自分この焼き色の情報だけじゃなくて、実は音も結構チェックしてるんですよね。なんかもちろんこれ大型車だから、大型になって回転数が低くなれば当然低音が強くなるわけじゃないですか。ただエンジンをこう回した時に甲高いって言ったら変だけど、乾いた音っていうんですか、これ乗ってる人多分わかると思うんだけど、特にこの自分みたいに濃い時の音と薄い時の音っていうのが分かってる人は多分音で分かると思うんですよ。あ、今濃いなとか、あ、今薄いなっていうのが分かると思うんですよ。この回ってくるエンジンの回転の音とかで。その回転の音が、やっぱ若干しっとりしてるから、もう、ただこれ画面っていうか動画で見て分かるか伝わんないかもしんないけど、やっぱなんかもう気持ち薄くしてもいいんじゃねえのって音がするんですよね。だからちょっとその辺がもしかしたら、1番と、あと今度4番なんだけど、にも現れてて、で、もし、ゼファー400のキャブって、これ、まあ、ゼファー1100のキャブだけど、ついてるのは、ゼファー400のキャブって、1番4番と2番3番が、そのセットの数字なんですよ、メインジェットは。なんか知らないけど。だからそれでね、この、真ん中2つって濃くなるような感じするんだけど、そうか、濃くなってんのか、400の設定は。端っこの1番4番が薄くなってるんですよね。どっちかというと冷却がしやすい外側のピストンの方がなんか濃くしないといけないんじゃないかなって思ったんだけど、そうでもないみたいで。だからそれもなんか、こうして焼き色を見ると理にかなってるのかなって思ってるんで、まあそれ進めてったらわかると思うんですけど、一番はね、スローはまあいいんじゃないかなって思う、スロー系統はね。で、真ん中のやっぱこのメイン系統、でもこれ結構ニードル調整できるタイプじゃないから、まあニードルが消耗してたらもう結構濃くなってるんですけど、ニードルはこのもう固定されてるやつ、いわゆるニードルを入れたら終わりなんで、クリップ弾のやつじゃないんですよ。だからもうニードルは基本的にいじれないタイプなんで、もうほぼほぼメインジェットでやるしかないっていう。だからね、メインジェットでニードルの
ね、出る燃料の濃さを調整するんだったら結構がっつりいってもいいんじゃないかなとか、正直メインジェットが効くところってもうなんてアクセルの 80% 以上ぐらい、だからほぼほぼ一般道とか高速道路ですら使わない帯域じゃないですか。だからメインジェットがなんだろうな、まあ、別に影響しないわけではないけど、たかだか例えば数字で 2.5 とか5下がるぐらいで変わんないから、だからもうニードルとかの影響を考えるならもう一気に10下げるとかそれぐらいやってても全然いいんじゃないかなって思うんですよね。正直使わないしね、しかもこれほぼほぼアクセル半分も入れないからね、速度的に。だってどんぐらいかな、もう撫でるようにして走ってるようなもんだから、アクセルなんてほぼほぼなんだろう4分の1も使わないんじゃないのかって、4分の1ぐらい使ったら基本的にもう80キロとかまで出せるから、もうアクセルほぼほぼ入れてないんですよね。だからスロー系統かニードルのなんだろうちょっと入り始めぐらいしか使わないから、もうメイン系統っていうかガバー系付近なんでほぼほぼもう無縁なんで、だからもうメインもがっつり90番台とか下手したら80はいくかな、80番台は使わないかもしれないけどこの感じだと。ただスローはねこの今のままの42でいいと思うんですよ、焼け色的にはあんまり濃くてもどうかなって思うんですけど、とりあえず最悪濃くしたいんだったらあのパイロットスクリュー緩めてって燃料含む量、出てくる量、混合機の量増やせばいいから、そういう意味ではまあスローはどうにかして調整は手動でできるからいいとして、メインはやっぱいじれないんで、だからそういう意味ではメインは薄くてもまあ問題ないんじゃないかなって思ってます。だからこれ1番はこんな感じで、2番とか3番見たら分かりやすくて、2番3番はねこうやってちょっとこの白みがあるというか、やっぱこのあこれ被る心配ないなって色してんですよ。だからこれ今ってあれか、3番だけが102番ついててメインジェット、他は100番つけてるんですよ。だからちょっとね2番に関してはそこそこ乾いたでちょっと白みのあるこの電極になってるから、あこれぐらいだったらまあ問題ないかなって思うんですよね。まあ気持ちこの黒みが取れてってほしいですけど、とりあえず、まあ、もちろんこれ十数キロしか走ってないから、走ってってエンジン音もあったかくな、エンジン温度もあったかくなってきたらまた変わってくるかもしれないですけど、とはいえこの段階でこれぐらいの焼き色だったらまあ間違いないかなって思います。このプラグのねやっぱもう情報として分かりにくいのはこのこれ何なのかね、これ高熱カップ、あのそれ、ま、それ前っていうかずっと前の動画とかでもよくやってると思うんですけど、見てる人はあのこの8番のプラグと6番のプラグ、高熱化プラグか低熱化プラグとかでやっぱ低熱化の方が綺麗にこの焼き色出てくるから、高熱化プラグって綺麗な色しないんですかね。当然ながら温度がだこのなんていうの、じゃ温度が冷やされるのが早いから当然その焼き色がつきにくいっていうことなのか、単純に燃焼がうまくいってないからじゃねえのとか、でもはっきりなんか茶色くなるじゃないですか。まあそれ実際このエンジンで試して分かってるんで、6番のプラグでやるともう結構綺麗に茶色が出るんですけど、これ出ないんですよね。だからもうこんなもんなのか、8番使うと。まあただ全体的に真っ黒になってなければまあ大丈夫でしょって思うんですけどね。とりあえずぶん回すようなことしなければ極端に被ることもないだろうから、とりあえず2番はね合格かもしれないけど、まあ気持ち、まあスローとかもこれも同じく変えずに、メインをね、1段か2段下げとくとより安心かな。でまあ余裕、2段かな、ちょっと余裕持って。多分、これから例えば高回転使うって考えたら、おそらく多少は濃くなるんで、おそらくもそうなんですけど、このキャブ自体のこの口径、いわゆる元のノーマルよりかも大きいキャブなんで、燃料は吸われる量ってのは多分多いと思うんですよね。ってことは、なんていうのかな、メインジェットってその、ジェットの番号よりかも、まあ、さすがに倍とかではないんだけど、1.何%倍みたいな、だいわゆるその、100数ものが 120% 吸われるみたいな、って感じになってると思うんですよ。だから、あとね、2番3番って圧縮が低くて、1番4番の圧縮が高めだから、だから単純に負圧の力が強い分、1番4番はその燃料数量も多くて、で、ちょっとその負圧が落ちて、圧縮が落ちてるから負圧が低くなってる2番3番は、その数燃料が減ってちょうど良くなってるとかなのかなとか、だから多分ね、そのエンジンの消耗具合として、2番3番が消耗して1番4番が元気だから、
単純に1番4番は燃料吸うその力が強い分薄くしとかないといけないのかなって考えてますね。だからこうやって焼け色は2番3番はこういい感じに綺麗に焼けるんだけど、1番4番濃いめっていう値が出てんのかなって、今回腰上オーバーホールして改めてそこに気がついたというか考えがなんかあったというか、多分予想として合ってんじゃないかなと思います。だからね、じゃあ今100番だからこれ95とかにして2番3番はで、1番4番を87.5 とかもしくは90番とかにすればいいのかなって思ってます。で3番も同じぐらい、3番はあの他よりか100番、他が100番で102番なんでちょっとなんかやや濃ゆい、だから2番と比べたらちょっとやや濃ゆいって感じだよねってなんで、だなんていうのかな、大きな差はないか、だから1段これから1段上がってるっていう番手がついてる分としてはまあそれなりの焼け色パターンだから、100番にしたら多分2番ぐらいの焼け色になると思うから、これはこれでなんていうのかな、まあ合格というか、なんか極端になんか濃さが変わってないかっていう感じでもないんで、これはいい焼け方だと思います。なので2番3番はほぼほぼ同じような焼け方がするっていう感覚で間違いないので、じゃあ2番3番はまあ数字としては一緒でいいでしょうって感じだと思います。とりあえずスロー系統も合格だろうと思います。で、あとメイン系統をまあ2段3段、あ、まあ、これ102番だから3段落としたら95だ、2番3番は95とかでいいんじゃないかなって思いました。で4番が濃いんですよね。これ4番今回の骨修理オーバーホールで気づいたことは、なぜか他のこのピストンと違って4番のしかもなぜかセカンドリングだけが異常摩耗してるっていうことを見つけたんですよ。だからこれ なんでか知らないですよ。実際この他のピストンも一回バラしてそのいわゆるコンロットからピストン引き抜いてこのピストンリング一回取ってみて、で状態確認、まあ確かにね他が大丈夫ってわけじゃなくて、他もねなんか若干この部分的に底面がなんかヤスリで削ったようななんかこの傷がついたりして、まあ特に全体的に異常摩耗してるのは4番だけなんですけど、一応他のピストンもなんかなぜかその側面じゃなくてこのピストンリングの底面がなんかこのヤスリで削ったような傷がついてて、まあ特に大きく減ってるわけじゃないんだけど、なんかその違和感がある傷がついてるなって感じがするんですよね。で一応これパーツクリーナーとかで洗って、なおかつこの間に変なゴミが噛んでたりしないのかってチェックしたんですけど、特にそういうのなくて、いわゆるフラッター現象なのかなとか、まあ、当然あの走行テストとかで、まあ、暖気で言ったら 100% いい状態じゃないじゃないですか。エンジン温度って基本的に80度ぐらいが適温なんで、一応油温を確認して60度ぐらいで、なんか高回転チェックとか言って、まあ一応60度ってまあギリギリ合格か、まあ実際このメーターが指してる温度よりも、実際油温って多少高めでしょうから、だからあの、あんまり、なんていうの、このメーターを完璧に信じてるわけじゃないんだけど、とはいえまあ近い値だから、まあ暖気としてはいい方なのかなって思ってるんですけど、それでもやっぱ足りないみたいで、何が起こるかっていうと、単純に高回転で回れば、この油切れっていうか、このなんていうの、このオイルリングが、こう油膜を保持して、それのおかげでこのピストンの、なんていうかな、だからこの、なんていうの、油膜を張って、金属同士が触れ合うことを阻止してるわけじゃないですか。それが高回転で、このオイルをかき落としたりとかしてるのを、しょっちゅう繰り返すと、当然、その何、オイルが、なんていうの、この油膜張るスピードが追いつかずに、このシリンダー傷つけるとか、さすがにそこまでひどい高回転な、だ結構レッドゾーンがそれも、あれ、まあ、レッドゾーンどっちかっていうとバルブスプリングなんだけど、バルブスプリングがこうなんかサージングっていって、なんていうかバルブスプリングがこのバルブを戻す速度に追いつかなくなるって意味なんですけど、だそのレッドゾーンはどっちかっていうとバルブスプリングの方で、このピストンの動きで、なんていうのかな、擦り傷がつく限界速度みたいなわけではないんですけど、まあそういう現象もまあ考えられるよねっていう話なんですが、とりあえずね、でも2番、例えばそれって普通削れるんだ、側面が削れるじゃないですか。で、底面が削れるってことは、もしかしてだけど、あ、もしかしてじゃないな、トップリング、まあ、その、圧縮って、一応このピストンの周りが、まあ、じゃあこれをピストンに、まあ、プラグなんだけど、これ写真では。これをピストンと見立てると、この周りに、この外側に開こうとするピストンリングが、まあトップとセカンドに、まあオイルリングはとりあえず入れないとして、トップとセカンドで、この
壁に突っかえてるリングが入ってるんですよね。で圧縮すると、まあ、力が逃げる場所を塞いでるから、ギューって空気を縮めた時にその空気が逃げようとするのが、やっぱこういう隙間とかから、この穴なんていうか、ピストンの周りの隙間から逃げようとして、まあ、力がかかってくるんですけど、そこにまあオイルとかがこう油膜を保持して密閉性高めてるから、その空気が逃げずに圧縮が入るんですけど、やっぱ弱いところにこの空気の圧力がかかってくるんですよね。でこの圧縮の時ってこのピストンが上に持ち上がってくるから、その空気がこう逃げようとする力、こういう何ていうの、逃げ道であるこういう隙間とかに負担がすごいかかるんですよね。だ上にピストンが上に移動しようとしている時に、ピストンリングの床だ、ピストンリングのなんてだ、その下だ、だその溝の下側ですよね、下側にものすごい力が、圧着の力がかかるんですよ。その時が、まあ、削れるタイミングじゃないですか。いわゆる底面に力がかかるからね。だからそれがね、なんかこの擦れた傷っていうと、この回転してるってことだよね。だからピストンリングって一応この合い口が重ならないようにこうばらけさせるじゃないですか。で一応組むじゃないですか。もうこのなんていうか、もう完全に閉じ切った状態で入っていくから、その中で回転することってあるのかな。まあ回転してるんでしょうけどね、結局、まあ、完璧にその合い口ずらした状態で入れて、その位置がずっと保持されるわけではないでしょうから、多少はピストンが動いてる時にもこのピストンリング自体も回転していくと思うんですけど、もしかしたらその合い口が例えば回転してって、1番と2番の合い口が重なっちゃうと、そこに、まあ、いわゆる隙間ができるわけじゃないですか。意味わかるかな。じゃあピストンリング触ったことある人、まあ、でも動画では見せたけど、ピストンリングって結局この なんていうのこのロボットの手みたいなロボットの手って伝わるかな、このなんかロボットの手って、なんかクレーンキャッチャーみたいな 手って意味なんだけど、あれが閉じたら、その閉じたその先端、一応先端もぴったりついてるんだけど、結局分離してるもんだから、そこが隙間になるんですよ。で一応この圧縮の力がその隙間から逃げたりして、次トップから抜けたその圧力がセカンドリングにかかるんですよね。でそのセカンドリングに、だそのもしかしたらその隙間通ってセカンドリングに負担がかかるから、そのセカンドリング付近の押し付ける力が増すか、まあ、それでも一緒じゃない、みんなそうじゃないですか。そしたらね、だからそれがもしかしたらトップリング自体が多少消耗して、でも実際乃木星測ってみたら大丈夫だったけどね。だからそれで多少消耗したらセカンドリングに、トップリングがほとんどこの圧力の保持があんまりうまくできずに、セカンドリングだけに極端に負担がかかるとかで、セカンドリングに関してはあの消耗具合を見る限り圧着力がすごい弱まってたはずなんですよ。なんでかっていうと、その外側にこの膨らむ力が、いわゆるこのね、減って側面が減って、なんていうのかな、だかこの閉じきれなくなって、いわゆるその外に投げ出されて変だけど、だこの正確に言うとセカンドリングの減りって床面から外側が、あ、言ってたじゃないですか、側面が余ってて中側の底面が削れてるっていう、だからすごいなんかこの極端になんかこのこなんか削れて爪が引っかかるぐらい外側が余ってるみたいなこと言ってたじゃないですか。だから外側が外に飛び出してるみたいな削れ方してるんですよ。だからそこがすごい謎で、ってことはめちゃくちゃセカンドリングなんかまずそうな削れ方してるんですよね。これ何が理由か本当わかんなくて、でただセカンドリングはまあ消耗してるか、新品ではないけど、このストックしてた中古品ですが、ノギスで測って他と大差がないほぼ一緒のセカンドリングに交換しましたと。で特にトップリングも測ってみたら他と数字的には大差ないんで、じゃあ特に問題ないんじゃないかなってことで、でピストン自体もなんか変に溝になんかがなんかおかしいところがあるのかなと思ったらチェックしたなんもないと。だからそこがなんか分かんないんですよね、理由が分かんなくて。だから何が原因でこんなセカンドリングが異常摩耗するのか。で実際こう焼け色見たら4番だけ極端なんですよ、濃さが4番だけ濃いから、これなんか理由が分かんないんですよね。だから4番の何かが原因なのか、ちょっとそこが本当に分かんなくて、確かそれこのゼファー1000脚のキャブ以前からノーマルキャブでもなんか確か4番もう忘れちゃったなもう忘れちゃったけど、
4番も確か濃いめだった気がするんだけどね、毎回毎回。だからそれとなんか関係あんのかな。でも濃いってことは単純に年長だから、ピストンの、例えばピストンっていうか、まあこのエンジンの状態で濃くなる理由ってなんか考えられるかな。なんか考えられますなんかね、だから単純に、まあ分かりやすいのが力だ、ハイコンプだ、1番と4番って確か圧縮9ぐらいあったから、規定値超えてるんですよね。だからその、単純に圧縮が強ければ、その圧縮からの負圧が強くなるわけで、燃料数力が増えるから、その分濃いってだけじゃないかなと。あとそのバルブのリフト量、ただでも実際バルブクリアランス測って、あ、でもあれか、一回組み直してから測ってねえな、そういえば忘れてたな。いや、そこも測ってないんだけど、まあ、とりあえず変わってないと、数字が変わってないって仮定するのであれば、まあまあ適正値っていうか、むしろ開かせてるからね。もしかしたら、この、もしかしたらじゃないんだけど、Z って、このバルブクリアランスの隙間が 0.05 とかって、いわゆる一般的なバイクと比べたらめちゃめちゃクリアランス狭いんですよ。だそれもなんか本当にこれでいいのかなって思うんですよね。まあ実際カタログがそうなってるから、まあそうなんだけど、だからちょっとそれが、なんていうか狭めだったりしてたから、ちょっと広めにとって、確か規定値若干超えてるんだけど、むしろ開かしてるんですよ。狭くしてるんだけど広くしてるんですよ。だからどっちかというとバルブのリフト量って減ってるんですよね。だからね、濃くなるはずは、むしろ薄くなるはずなんですよ。うん、とはいえ変わんないから。まあ、言うて、うん、とはいえ、なんか被って火花飛ばなくなるぐらいではなってないから、まあ、その辺は、うん、でも、ちょっと極端だよね。この、例えばこういう外資っていうこの電極の上のここ、こことかって今日黒いじゃないですか。他はね、どっちかっていうと白なんですよね。2番、3番とか1、まあ、1番も含めそうですよね。だから4番だけがなんか特別濃いんですよ。だから4番は他と比べて結構がっつり薄くしてもいいと思うんですよね。で、それに関しては4番はやっぱ謎現象、実際この腰上ばらしてみてピストンになんか異常、セカンドリングだけなぜか異常が起こるっていうちょっとした謎現象があるので、それと関係すんのかなっていうのがちょっとなんか気になります。だから、うん、それが関係して何かが起きてるのか。ただ実際ね、こうやって、まあまあ、今って変えたばっかじゃないですか。まあ確かに十何キロとかしか走ってないんだけど、とはいえ、その十何キロ走ってもこんな感じだから、まあ、じゃあ、なまあ、とりあえずそんな短期間で同じような消耗はしないじゃないですか。さすがにこの、もしかしたら何かが起こってて消耗が早いって言ったらわかるんだけど、まあまあまあ、でも言うてこの変えたばっかで数十キロしか走ってないから、状態は確実にいいはずじゃないですか。でも、ここの焼き方するってことは、じゃあ、特にこのエンジンの方は関係なくて、やっぱキャブの方、燃焼の方ってことでいいのかなって判断はしてます。なので、極端にこの、深く考えずに、まあ、燃焼の調整、キャブのセッティングとかだけで解決できるのかなって思ってるんですけど、どうなのかなっていうのは、まあ、やってみないとわかんないよねっていう。まあ、実際走れてるんだけどね、これで。ただ、この回すときですよね。今この一般道はまあ当然ながらこれ走り続けてたら多分4番被るかもしれないと思うんですよ。だからそこがね、短距離はいいんだけど長距離はちょっと4番濃そうだなって感じするから、ちょっとそういう意味では4番ちょっと危険ですよね。で、とりあえずそんな感じです。はい、じゃあそんな感じで、じゃあ4番だけはちょっと極端に濃いから少し他と違って数字下げ目にして、1番は多分、うん、1番に関しても、うん、90番とかつけて、だからそしたらじゃあ4番がね、85か 82.5 とかになるのかな。ちょっと極端に下げても4番はまあいいんじゃないかなってぐらい濃いので、で、1番、2番は、あ、じゃあ2番、3番はまあちょっと気持ち2段下げぐらい、だから95ぐらいにすればまあいいのかなって思ってる焼き色だと思います。スローはまあそのままでいいかなって思いました。じゃあそんな感じで、とりあえずニードルが使える、ニードルの調整ができるキャブじゃないんで、もうメインジェットで調整するしかないですけど、ってことはまあメインジェットのなんか後継だけじゃそんなにニードルに影響は少ないだろうから、がっつり下げても全然変わんないだろうからね。で、あと音もちょっとしっとりめがあるんで、そういう意味ではちょっともうちょい薄くしてもまあ大丈夫でやろうと思うんで、といってももうメインケートほぼほぼ使わないから、ニードルに何かしら影響があればいいかなぐらい、ニードルの帯域が薄くなればいいかなっていう考えなんで、とりあえずそこら辺がうまくいけばいいかなって思ってます。
はい、じゃあそんな感じで、じゃあ次はそのセッティングでしてみて試してみたいと思います。できればね、長距離行きたいね。長距離っていうかせめて2、30キロ30、まあとりあえずね、今まだ寒いから、まだまだ全然このエンジンが、なんていうのかな、高い温度になることってあんまないんだけど、まあこれから暖かくなってきて、夏場とかになってくるとどんな風になるのかなとか、せっかく今セッティングで出しても夏場だったらまたセッティングし直すって、まあめんどくさいしね。まあでもあれか、夏場ってどっちかって濃くなるから、うん、そういう意味では薄くし、今で薄くしておけば夏場でちょうど良くなったりするのかなとか、まあとりあえず走れるんだったら、まあとりあえず薄くてもいいかなと思います。とりあえず被るのが一番ダメなんで、うん、じゃあはい、そんな感じでした。じゃあはい、じゃあ次もそのセッティング活かしていきたいと思いますので、じゃあお楽しみにしてください。ではご清聴ありがとうございました。